どうもメンディーです。今回のムーブオンは夏を目前に、少し疲れた心と体を癒してくれるとっておきのコースを皆様にご紹介したいと思います。風が強い。ここね、表参道駅を出発してこの御幸通りをね、どんどん青山の方に向かっていくんですけども、なんかこう気持ちがね、少しずつこうクールダウンしていくような不思議な通りなんですよ。ぜひ皆様にご紹介したかったので、今回はねもう大奮発しちゃいます行きましょう。どう？こう御幸通りっていうのはさ、こうもうすぐそばが表参道で栄えているんだけど、青山の方に向かっていく道っていうのは、なんかこうね、ギャラリーがあったり、こうブティックがあったり、あと行き交う人たちもなんかね、こうあまり温度高くなくて、個人的にはすごく落ち着く。あーそっか、こうなんかやっぱりショーウィンドウの配色でもう例えば夏が迫ってるんだなとか、そういうのをね実感するよね。いやーでもやっぱね、私がこの御幸通りでとても面白いなって思うのが、いろんなブランドのショップがこう通り沿い並んでるでしょ。でそれぞれのショップのこの建築のデザイン、あの建築物フェチの私としてはね、なんかとても目を引くっていうか、そのねディティールがすごいんだよね。でやっぱりそれぞれのショップの個性が際立つというか、でそれでいてなんかこうこの歩いていると絵の世界の中に入り込んだ気分になるので、その絵っていうのがこう一枚の絵じゃなくて、今まで私が見てきたいろんな絵の世界観がこう密集していて、その中に私が入り込んだような、そんな気持ちになります。なんかある種のアリスになったような、そんな感じ、だから童心に帰るんだね、歩いてると。そういつもねまあ、本当にこの通りっていろんなその国籍感だったりとか、いろんな時代感があるけど、あの建物にね、ここなんかはこう私の中でヨーロッパを彷彿とさせるイメージで、いつもね足を止めちゃうんだけど、1988ってことはもろね、この日本の経済バブル一直線みたいな時代の建物ですから、私とほぼ同い年でこういう風にね、ここにずっしり構えてくれてると、なんか少し勇気が出る私も。いやでも久々に
前通ったの懐かしい。あ、そうそうそう、こっちの方にさ、前はねギャラリーがあったんだけど、建物は残ってるけど今もうなくなっちゃったんだね。こうなんか入っていくときにさ、この日本じゃない国の路地にこう入っていく感じがさ、私はこうたまらなく好きなんだけどね。うん、ちょっとねこういう例えもどうかと思うけど、私のなんかこう自分の好きなブロックとかレゴをこう自分の好きなように組み立てて作った町へようこそみたいな感じなの。本当に不謹慎かもしれないけども、そのくらいねなんかこう大好きなこう建物がこうね、町をこう通りを二面して私をこう見守ってくれてるっていうような気分になります。はあ、そう、ファッションストリートを抜けて住宅街を抜けて、ここね根津美術館にたどり着くわけです。いやー、いや、なんかミュージアムの周りの竹やぶもね、ただ単に鬱蒼に生えてるんじゃなくて、あくまでもこのデザインの一部として意図的に植えられてるっていうのがまたオツでいいね。で、この一角だけまたこうストリートとか住宅街とは違う時間の流れを感じることができます。だからかなのかもしれない、こう近づいていくとなんかこう気を引かれるっていうかね、そういう何か魅力があるのかもしれないな。ここね、美術館のね交差点を左折して子だね、いい子で、すいませんって言われた、私が悪いことしたみたいな気分になっちゃう、ごめんねおじさんって。このここから青山の方に向かっていくそのね道というのが、なんて言うんだろうな、こう季節関係なくクールダウンさせてくれるような、ファッションストリートの中にいると建築物がね、まあ、デザインも相まってなんだけど、その氷のように感じて、なんかブロックアイスみたいでさ、でなんかこう気持ちを少し落ち着かせてくれるんだけど、こっちはもっとこう空気感だとかオーラ的なもの、なんか空気の粒子が変わるような感じ、こういうね、なんかこう古民家を改装したお店なんかもたくさん残ってるし、そう、高層ビルがねニョキニョキ生えてるみたいでしょう。一面さ、
キノコみたいに。高層の建物の中にお墓の墓石があると、それもなんかビルみたいなんだよね。私この光景がだからすごく不思議なのよ。このフェンス越しにさ見えるさ、あっちは六本木ヒルズが建ってんだけどさ、その麓に墓石がこう見えるっていうのが不思議でしょうがない。すごく摩訶不思議、ビルみたい。なんかお墓ってさ、そのまあ物理的なことで言っちゃえば、何、亡くなられた方の墓石をさ納めてる場所なんだけど、そういうイメージよりもなんかこう、そこに住んでらっしゃるような、なんかこう何かがあるよね。なんかその亡くなった方がっていうことだけじゃなくて、なんか一つのコミュニティみたいな感じで見れるのよ、お墓って。こんな場所もなかなかないんだよ。ここはもうね、青山墓地中央と名付けられてるけれども、私の中では墓石交差点って勝手に命名していて、もうほんとね、パノラマで墓石が狭間にいるんだけどもね、もう何も言われなかったら平気で数時間いちゃう。そうで、ここをね、こっちに曲がるんですよ、私は。お出迎えの鐘が鳴りました。多分ね、今私もびっくりしたけど、このお墓の住民の方たちもびっくりしたんじゃないかしら。あとはウェルカムってことなのかな。お邪魔します。そう、これをね、私は六本木方面に下ってく坂道なんですけどね、ここがとてつもなく大好きなスポットです。で、ちょっとね、私はここから見えるこの東京のね、街、前ムーブオンでも行ったミッドタウンとか六本木ヒルズがそびえ立っていて、で、橋の上から見たこのビルと墓石のそのコントラストがよりね、立体的に見えるんですよね、ここの場所が。もう交差点すぐそばですね。いやー、日もとっぷり暮れてきて、なんだかね、こうこういうことを言うのもなんですが、お墓も立派な建築物だからね、だからデザインっていうのはとても気になるんですよ。
いろんな時代の歩標や墓石が連なっていて、さっきビルみたいって言ったけどね、本当にね、こうメトロポリスみたい。なんかこうさ、ちっちゃい子は肝試しとかってお墓怖がってたけど、私そういう子じゃなかったんだよ。あとやっぱ生きてる人の方が怖いからね。まあ霊魂不滅っていうことが本当にあるとして、生きてる人が一番怖い。いやー、涼しい風が吹いてきた、青山墓地の方からなんかこう今日のね、素敵なコースの終着点、青山公園にやってまいりました。ね、なんだか今日ロケがスタートするときはね、まあ、風が強かったりだとか、まあ、人通りが多かったりしてね、ちょっとカッカしてた自分がいたんだけども、うん、この表参道駅から御幸通りを通り、まあ、青山墓地を抜けてここにたどり着く間に、なんかそういう余計な熱が冷めて、本当に心も体もクールダウンしたような、そんな気持ちです。それは今日に限ったことではなくて、きっとね、いろんな日常のいろんなカッカするようなことだとかね、なかなかこう溜め込んだものが発散できない時なんかに、こう私が今日歩いたコースを皆さんもぜひその足で歩いていただけたら、今私が言っていることがきっと分かってもらえるんじゃないかな、そういう気がしております。もうね、梅雨に入り、そしてあっという間に短い夏が始まるわけなんですけれども、体にも気持ちにも余計な熱がたまりやすくなる季節、ぜひ皆さんその足で、今日のコース巡ってみていただければ幸いです。それではメンディーでした。またの旅を。今はもう